はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちら、東京の、オートサロン2020に来てます。いきなりね、ホンダブースということで、今日ね私フィットのねモデュール X 見に来ました。早速見てみましょう。ホンダフィットモデュール X コンセプトということで、まだね、発売してないんですが、モデュール X のコンセプトカーというのが、まあ、オートサロンでね出たということでね、いやすごいわこれメタリック結構このフロントグリルはね、高級感あるなという第一印象ですね。結構黒光りしてます。このモデュール X ね、土屋圭一さんが、プロデュースしたということで、今走り込んで作られた、フィットになりますね。でさっきね、デザイナーさんに聞いたんですけど、これ横のね、これフィン風切りのフィンっていうのが、フィットついてるんですよね。ちょうどねこれ曲がるカーブを曲がるときに、ここに空気のね壁をこれで作るということで、すごい旋回性能がね上がってるということですね。結構地味なんですけど効いてるらしいです。まあ、一般道でね走るぐらいのスピードで、旋回性能が、明らかに違うということらしいですね。で今回のねモデュール X コンセプトカーは、そんなにねフロントマスク X 意識してないですよね。まだね、出始めというかまだ出てないんですけど、そのあたり、デザインを考慮しているような感じですね。これなんか取れそうなパカって取れそうなモデュール X エンブレム。おフィットのウィンカーねこの上につく感じです。ミラーにもつきます。いやフィットのモデュール X ねそんなに変わった感ないんですけど、側面の違いはこのアルミホイール、これねモデュール X の専用アルミホイルと、まあシンプルでいいですよね。大人びてると思います。これフィットのサスペンションは黒いですね。でこのサイドガーニッシュが黒になってると、これはねモデュール X 仕様らしいですね。こういうこのガソリンタンクのね給油口、この辺のデザインね私好きなんです。ここ好き。後ろから見たらこんな感じです。これねハイブリッドタイプということで、EHEV が搭載されてますね。でリアのバンパーね、結構シンプルですよね。大人びてるなと思います。そんなにね派手派手しくないデザインで、それでいて、空力を考えられてると。これダミーエアダクトでした。穴開いてませんでデザイナーさんによるとね、このリアのセンサー、これをね、デザイン的にこういうね結構うねったデザインありますよね、この辺を干渉しないようにデザインしてるということらしいですね。でこのねリアウィングね、ちょっと分かりづらいんですけど、今これ黒黒で分かりづらいんですけど、これ若干ねこれ若干大きいらしいです。ですね。あ、でもよく見たら、こうちょっとうねってるわ。ここちょっとうねってるわ。いや、個人的にはね、もっとこう、でっかいね、でっかい羽根つけてほしかったですけど。で、やっぱね、フィットはね、この A ピラー。これがね、極細 A ピラーということで。いや、ほんとね、デザイン的にも美しいですよね。で、天井がね、黒いんですよね。黒光りしてます。このモールのところから、天井だけ黒いという感じですね。クロスターとかはこの辺のピラーがね、デザイン的に色がついてますよね。モデュール X は、ボディと同じ白だと。で天井だけが黒という感じですね。ではね内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装はねこんな感じです。革張りステアリングなんですけど、全体的にね黒ですね。黒で締められてます。でここはちょっとガンメタって感じかな。マニュアルが今のところないということで、まあでもこのほらシフトノブのね感じ、これモデル X だけなんかな、この赤のステッチ。今アクセサリーモードですが、ちょっと電気つけてみました。電気をつけさせてもらってます。フィットのねインジケーター、私ね結構好きな方ですまあアナログタイプが好きっていう人もいるらしいんですが、まあ人それぞれですよね。こう上にも
下にも開く感じか。でこの辺がねレザー調なんですけども、ちょっとねソフトタッチなんですよね。ですが、このモデル X はね黒ですね。全体的にね黒で締められてスポーティーだなという印象ですね。でこちらがモデル X の、専用シートですね、こんな感じのシートですよね。結構ねやっぱ上質感があるなと思います。この部分がね、メッシュ加工されたちょっと裏肝的な感じですね。ここ裏肝これ刺繍みたいな。やっぱね、モデュール X 何がいいってね、このシートがねかなりねレベルが高いなと思います。乗った感じね、こんな感じです。あ、やっぱ黒ずくめって感じね。天井はグレーですね。ここも黒にしてほしかったかな。ドア周りはねそんなにね、違いがないです。ここぐらいちょっとカーボン調のなんかやってほしかったな。あれ後部座席はここなんかピアノブラックなんやな。いやフィットの扉ね、このほぼ90度開くんで乗りやすいです。後部座席もねちょっとこのモデュールのシートっぽいですよね。ちゃんとねデザインされてます。この辺はね赤いステッチがあしらわれて綺麗ですね。地味にこのシートもフロアシートも違う。ちょっと倒します。おー頑張ったら車中泊できそうな。あ、意外とここ段差あるんやな。フィットのダンプはこんな感じです。こんなん見るやつおる。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットのモデュール X でした。じゃあね、ゴー。